はい、林真須美死刑囚の毒物カレー事件で皆さんご存知ですかね。夏祭りのカレーを食べて4人の方がお亡くなりになって、その他大勢の方がね被害を受けたという事件なんですけども、ここによってですね死刑が確定した林真須美さんが実はね冤罪なんではないかなっていう、そういうふうな動きがありまして、確定したその死刑判決に対して再審請求がついに認められたんですよね。これね、私もねニュースで何度か見たんですけども、出ている情報だけを見ると、これどうしてこの人が有罪になるのかなとかね、少なくともこの人に非があるとはとても思えない事件なんですよ。で、これはいつものように警察の適当な捜査がですね、冤罪を生んで、それが認めなくないから、もう維新とプライドをかけて、無理やり有罪にして死にに口なしをしているのかなっていうふうなね、高知白バイ事件みたいなことを思わせるんですよね。なんか他にもね、冤罪でお亡くなりになった方っていますからね。だからね、警察ってのはほとんど本当信用できるものだと思いますし、私たちの暮らしを守ってくださるとても大切な機関だと思うんですよ。だからミスはゼロにならないと思うんですけども、だからこそミスした時は素直に認めることによって警察の威信とプライドは守られると思うんですけども、今回ね、どうしてこうなったのか分かりませんけども、いや、多くの方がこれはね、まさに世論が動いたと言ってもいいのかなと。これを林真須美さんの犯行だと思えるような証拠は何一つないんですよね。状況証拠というあやふやなものと、証言者とされる少年がもう二度と出てこなくなっちゃったってことによっても、本当にそんな証言者がいたのかどうかとかね、かなり疑問が多いんですよね。これはちょっとね、私は感化できないことだなと思います。皆さんどういうふうに思いますかね。不思議ですよね。